はい、それでね、柳の松原船小屋郡というところにやってきました。ね、今日レンタカー借りまして、まあ、計の3時間3000円で、ちょっとね、僕一人で自動車運転するの初めてなんですよ。いつも誰か隣に乗ってもらって、まあ親とか先輩とか友達とかに乗ってもらって今まで運転してたんですけど、ちょっと一人きりでね運転するの初めてなんで、怖かったんで1000円の保険入りました。だから合計で4000円ですね。3時間で4000円、そんなに安くはないですけど、まあまあだいたい大きなレンタカーの相場はそれぐらいですね。3時間で3000円、6時間で3500円、一番小さい軽でねっていう感じみたいです。全然昨日ね電話して明日行けますかって言ったら OK だったんで、多分ね空いてたら当日でもいいですね。昨日電話した時に今日ですかって聞かれたんで、あ、いや明日なんですけど、昨日借りればよかったなと思ったんですけど、今日はねちょっとだけ曇ってます。あんまり晴れてない。昨日は結構ね風は強かったものの晴れてはいたんですけど、今日は風も強くて、ちょっと曇ってもいて、で朝6時半ぐらいから、僕7時半に目覚まし覚ましたんですけど、6時半ぐらい大雨と雷、それで起きたんですよ。なんでちょっとね結構天気のばらつきがすごいのかなと思いますね。では今日乗ってる車はこれ で今からあっち側にあるその船小屋区の方に行きたいと思います。では歩いていきましょう。日本海ですね。日本海って感じなんかありましたね。太平洋の感じと日本海の感じと瀬戸内海の感じ、なんとなくわかります。こう海沿いの町って結構ね似たような感じだったりするんですけど、でもやっぱり日本海沿いと太平洋沿いとそれから瀬戸内海沿いでは若干雰囲気が違いますね。僕は瀬戸内海沿いで生まれ育ってるので瀬戸内海の雰囲気はすごい好きなんですけど、こういうちょっと荒れてる感じの日本海も好きやし、雄大な太平洋も好きですね。全部好きやん。そうやな。まあでもこういうね日本海って結構冬がすごい荒れ狂ってるイメージですけど、沖は割とそれにしては落ち着いてるのかな。これは落ち着いてる方ですよね、多分日本海にしては。瀬戸内海で来れたら結構荒れてるなと思うけど、でまあここ駐車場からね2分ぐらいかな歩いたら、船小屋区ですね。柳の松原、松原がこっちですね。これがおそらく柳の松原だと思います。であちら側に見えてくるのが、船小屋区ですね。船小屋って結構いろんなところにあるんですけど、一番多分有名なのが京都の伊根、なんて言うといいかな、伊藤とかの名字のね、伊藤の伊に根っこの根って書いて伊根っていうところが京都にあるんですけど、そこがね多分結構有名なその船小屋の、あれは船小屋っていうのかな、なんて言ったらいいんやろ、こういう海の上に小屋が建ってるみたいな、小屋家、なんかそういう海沿いの人々の暮らしみたいなのも結構好きですね。僕はあれですね、もうちょっと近く行ってみようかな。結構ね観光地なんですけど、日曜日が休みのところが多いみたいで、沖はガソリンスタンドも今日は1個しか空いてないって言われましたね。おそらく昨日の動画で説明したと思うんですけど、沖は4つの島に分かれていて、4つの島ね、島に分かれていて、僕が今回旅行しているのは道後という一番メインの大きい島になります。残りのね3つはいずれ行こうかなと思ってますけど、今回はちょっと時間的に厳しいです。よく見る写真ってどっから撮ってんのやろ。ここじゃちょっと遠いよな。でも綺麗に見えますね。こんな感じが、船小屋でしたね。じゃあ次の、ちょっと写真撮って次のとこ行こうかなと思います。
はい、それで断橋の滝というところにやってきました。もうねちょっと見てもらえたと思うんですけど、すっごい山道でちょっと一人で運転するのマジで怖かったですね。ここ下見てもらうと分かるんですけど、いっぱいこのねなんていうのこういう木とか落ちてて、小枝が落ちてて、車にポンって言ったんやけどな、当たってないよな。当たってても多分傷はいってないと思うけど、まあ、大丈夫そうではありますね。じゃあ車の鍵も閉めたので行きましょう。こっからまあちょっと歩くと思います。断橋の滝、これですね、断橋の滝。あ、ここの神社に昔出雲大社の修理のためにね杉の木をくれということで要望が来たらしいんですけど、村人の人がね、それに腹立てて、まあ、でも仕方なく断橋の杉を切り倒したそうなんですけど、ここのね手前にある日本の杉だけはこの神社の外に出して、鳥居がここにありますけど、鳥居よりこの手前側にありますよね、神社の敷地外ということで、こうしておけばこの杉は、その出雲大社に持っていかなくていいだろうということで、ここに2本植えたそうですね。すごいな。じゃあ中入っていきましょう。さっきねここ着いた時1台車が止まってて、1人多分地元の方っぽい人がいたんですけど、もうその方も帰られて誰もいないです。多分車止まってないんでこの先誰もいないと思いますね。自転車とかもなかったし、さすがにここまで徒歩で来る人はいないと思うんで、一人で貸し切り、このマイナスイオンを独り占めできるということでいいですね。はい、それでね、まあ、大体 1,2 分歩いたところで神社が見えてきました。結構ね鳥居が多くて、さっき歩いてきた最初のところに神社じゃないわ、鳥居ありましたよね。その手前にね車で入ってくるところにも鳥居があって、だから一つ目車で入ってくるところに鳥居があって、さっき歩いて入ってきたところに鳥居があって、次またここにも鳥居がありますね。その奥にもあるのかな、ないか。で結構鳥居ありそうで、あの奥にうっすら見えてるのが、うっすらちょっとね水が流れてるのが断橋の滝ですね。今日はちょっと水の量があんまり多くないのかな。水の量が多いときはすごい水が流れてるみたいですけど、今日はそんなに。いや、Google マップのね評価みたいなの見てると、あこっちか、こっちが断橋の滝。 Google マップの評価を見てるとね、水の量が少なくて残念でしたって書いてあって、そんなん自然のことやからしゃあないやんと思ったんですけど、いやこの道運転してきたらねそれぐらい書きたくなりますね。はい、でこれここ断橋の滝ということで、すごい高い滝ですね。めちゃくちゃ上から流れてる。さあ、じゃあ先に神社の方に行きましょうかね。はい、危ないですよってことですね。落石の危険性が高いため進入はご遠慮願います。あ、そうなの、そうなの、ね、こっから先、あ、ほんまやすごい道やわ。なるほどね、こっちの奥にも滝ありますね。 見えるかな、まあ、じゃあここから先は入らないでおきましょう。めちゃくちゃすごい道やな。次あっちの断橋の滝に行きたいと思います。はい、それでねこれが断橋の滝です。ちょっと横の画面やったら見にくいので、危ない縦で見てもらいたいと思いますけど、すごい高いですね。これは何の水やろ、ここから水取ってんのか、すごいな、出来たてほやほやの水なのに。あ、そんなめちゃくちゃ冷たいわけじゃないの、ぬるい感じ。さあ、じゃあ断橋の滝、まあ、こんなもんですね、後にしましょう。10時30分過ぎぐらいなんですけど、
で、ここは先ほど紹介した、鳥居ですね。一番最初の鳥居です。さあ、ここからまた、ここからもまだね、すごい山道なんで、ゆっくり下っていきたいと思います。